いつも応援してくださってる皆さん、ありがとうございます。都会のシャバから、日本海側に来まして、今は鳥取県倉吉市の天神川をバックにしながら、あなたにメッセージを届けております。やはり自然はいいですよね。大地は万感の書物より人間について多く教えてくれるとサントグジベリは歌っていますけど、確かに鳥のさえずり、カエルの音、なかなかシャバ平和ない忍耐が求められる都会や社会の中では聞こえてこないのかもしれませんけど、よくここでは聞こえます。そういう意味では彼らも命与えられたものとして全身全霊で泣き声を放ってるんでしょうね。すべて息のあるもの神を賛美せよという詩編の歌人が歌ってる言葉がありますけど、やはり僕たちは見えない存在によって命を与えられ生かされていて、その存在に感謝を表す。ありがとうございます、あなたのおかげで今私がありますっていうことを鳥やカエルが鳴り響かせてるのかもしれませんよね。ぜひ忙しい、そういう日々の生活の中でちょっと立ち止まってこう自然の風に触れる、その自然の中に浸る、何か皆さんにも慰め励ましのスピリットが響いてくるかもしれませんよ。 Have a good day。これからも邁進しながら進んでまいります。アーサー・フォーランドでした。